きました。センター線少し覗いていっている3番と4番、さあそこから3号艇3号艇絞っていきました。厳しい流れになりました。4号艇まくり出し展開を突き上げようというのは山口ですが、まくった3号艇の上田少し外は遅れていて、一進5号先頭4号艇の山口、追走は3号艇の上田大地、その後は6番5番と並んで後に続いて1番2番です。スタートは前提正常でした。先頭で4号艇の山口が2マークを旋回、3号艇思い切って握って運んだ3号艇は上田レッドが2番手のホールセーフです。3番手には6号艇の大口がつけた4番3番6番の順でレースは1周目第1ターンマークです。先頭は4号艇の山口、そして2番手は3号艇の上田、3番手6号艇の大口と1マークを運んでバックストレッチへ抜けました。きました。1号艇そして3号艇少し覗いていましたが、一進一マークの先手は1番の原田が取っていきます。マークで3番と競ってきました。角の4号艇まくり出しに向けました。2番は少し流れていますが、先頭主導権握ろうというのは4号艇の樋口亮、外を3号艇の川上が追って、それを追いかける1番5番となっています。あとには6番2番で追走、スタートは前提正常です。4号艇の樋口先頭で2マークの旋回、内まで来た1号艇の原田ですが、合わせてきた1番を抑えて現在わずかに4番が先行、トップ4号艇の樋口、そして手先をかけるインコース1号艇の原田、その後ろに控えて3号艇の川上で2周1マーク、さあ今度は1番4番が競るところ、3号艇狙っている動きになっています。4番少し動いて流れましたが、続き出してきたのは抜け出してきたのは1号艇の原田、そして3号艇の川上と4号艇樋口がボートを並べた2番手争いです。先頭1号艇の原田、今2周目にマークを旋回、続いて3号艇の川上、4号艇の樋口の順でホーム直線コース上位体系1番3番4番です。背面ライダー8ビート第8レース3対3マクダリ進入インから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第2レース1番4番5番この辺りスタート、1周1番区の攻防戦、1号艇の今井隆が逃げる、松下総統3号艇の木下、バイチ2号艇の那須、バックストレッチ先頭トップ争いです。内側から2番、3番、1番、一歩後ろ5番が追走、スタートは前提正常でした。2番、3番、1番、5番、4艇が混戦状態です。レースは1周2番の旋回、2号艇の那須が先行していく、両サイドから3番、1番、
ホーム直線コース、先頭2号艇の那須対3号艇の木下、2番3番の争いになりました。1号艇の今井は現在3番手です。レースは2周1番手の旋回と向かいます。さあトップ争い、3号艇の木下握った2号艇の那須、バック側内側3号艇の木下がリードを取りました。先頭は3号艇の木下大輔です。少し水が来ました。2号艇の那須が2番手、3番手に1号艇の今井、その後ろは5号艇の指導、4号艇吉田、6号艇藤井、3号艇の木下トップで2周2番手を展開、2番手2号艇の那須。風速4メートル前後、変わっていません。1番から3番4番5番6番です。第10レースの選抜戦スタートしました。2番3番5番3艇交代、2号艇覗いていた5号艇ですが、かなりギリギリどうかというところですが、1号艇同走態勢、3号艇切り込む旋回、3号艇の富永秀一バックに入っていきました。残念ながら5号艇の青木蓮わずかにスリットオーバー、5に関する投票権フライングとなります。5号艇フライング変換欠場です。ご注意ください。3号艇の富永秀一がトップで回って、1号艇の樋口水槽2番手3番手の席は4号艇。オービーチャニーズ、そして左横風南東4メートル、1番から3番4番5番6番です。第11レース選抜戦カースマスター赤と4号艇の上原がいいダッシュがついた。1マーク体を揺らしながらまくりに行くのが1号艇、抵抗の片足も残しに行ってバケラ角から4号艇スカッとまくり切った。上原レオコンパクトに2号艇のベルトが残すぎる。アウトから3号艇の近藤雄一郎の真ん中を渡る6号艇の亀山、前提スタート正常でありますが、爽快ダッシュのカードまくり4号艇の上原レオ、2番手で激戦状態は最初から1号艇の片橋が残ってくるが、2号艇つけ回る。3号艇が迷いながら6号艇がうまく回ってくる。6号艇の亀山でありますが、2号艇の鶴本が現在は3艇新先行であります。6号艇の亀山現在3番手、2号艇の鶴本のコール、2号艇の亀山も絡んでくるんですが、まっすぐ走るラインから2号艇の鶴本、さあここは6号艇を回せ切り込む旋回、6号艇の亀山が3番手後方5番1番と佐竹と片足がもつれまして、3号艇ラストから近藤雄一郎という展開ですが、後方ではもつれて混戦状態、上位は4号艇の上原に2号艇の鶴本、3番手6号艇の亀山がキープという体勢です。5号艇3号とやり合って絡んでくるが、6号艇が抑え込んだが若干前詰まりで1号艇切り込む。OB チャンネル風速4メートルであります。ファイナル優勝戦1番から3番4番5番6番です。優勝戦第12レースさあ、しました4号艇、肩から4号艇、ドカンといった4号艇の渡辺英二、フルだ、おっと、3号艇に引っかかったが、それも4号艇のカードから、渡辺英二が一まくり、5号艇に乗っていて、くるっと1号艇抵抗の小池、バッケに入ったが、4号艇の渡辺英二がカードから一撃の攻撃、5号艇に乗っていた長岡亮也に6号艇の川口隆久、前提スタート、正常であります、小池、前を前を追っていく。2番手激戦は5号艇長岡亮也、勢いを感じて変化、6号艇切り込む旋回、5号艇流れた、川口が混戦ミートで5号艇長岡亮也よりも前へのぞいた6号艇の川口、周回数2周目の攻防に向かいます。カードから一致の攻撃で4号艇の渡辺英二、2番手激戦状態、6号艇に割って入った1号艇の小池の追い上げ、前を取りながら6号艇は5号艇を牽制気味、1号艇の懐入った6号艇の川口隆久、1号艇の小池かなり押し上げてはきたんですが、現在は2番手争いの一角、6号艇の川口の候補から1号艇の小池、3番手まで押し上げたが5号艇長岡ルールも食らいついてきますが、6号艇が抱いてかわしたところ1号艇の小池、手足の警戒パワーから内を切り込んでくる。小池哲也が6号艇の川口に迫ってはきたんですが、先頭角から
ゼロ台踏み込みながら一撃の高出し、噂のハイパワールーキー4号艇の渡辺英二が一発決めた。1号艇の小池押し上げて逆転になるか、6号艇つけて回っていった、タイミング抜群のつけ回り川口。5号艇の長岡亮山、1号艇の懐には入り込んでいきまして、目下台形は4番6番5番の台形でしょうか。今最終コーナー、ピットの噂のハイパワー、最後は調整もマッチさせたのか、4号艇の渡辺英二、2番手6号艇の川口、5号艇牽制しながら回った長岡亮也が結果3番手、まもなくゴールインです。先頭4番の渡辺英二、優勝のゴールイン。2着の6番の川口です。3着5番の長岡、1番の小池。よし。